広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。よろしくチートは口ドラゲンチです。ラップルです。ライチメカワです。今回も9月13日発売の強化拡張パック楽園ドラゴンの新カードを紹介していきたいと思います。いや、今日紹介するのはね、一進化ポケモンなんですけど、はい、タケチーがかなり好きなポケモンですよね。そうなんですよ。確かに好きなイメージありますね。はい、それではまずこちらから見ていきましょう。ひらひな、うわー、かわいいですね。うん、水面に映る自分の姿を不思議そうに眺めている感じがかわいらしいです。うん、周りにあるお花もひらひなに似合ってていいですね。うん、はい、そして技の跳ねてかわすもいい効果を持っています。コイン次第ではありますが、相手から技のダメージも効果も受けなくなるので、倒されずにうまく進化させられそうです。そんなひらひなから進化するのがこちらです。クエスパトラ。まずね、これイラストなんですけど、この砂ぼこりが舞い上がってて疾走感がありますよね。うん、いつものこの美しさに加えて、このバトルモードみたいなね、かっこよさがありますよね。タケチーはクエスパトラが好きですね。はい、もう本当に大好きです。クエスパトラは超タイプの一進化ポケモンで HP が120です。2つ目の技が無色1個のミスティックアイ。相手の進化しているポケモンを1匹選んで、進化カードを1枚剥がして退化させます。剥がしたカードは相手の手札に戻します。2つ目の技が超無色スパイラルドレイン、60ダメージでこのポケモンの HP を30回復します。1つ目の技ミスティックアイが面白いですね。退化させる相手のポケモンはベンチポケモンも選べるので、アタッカーを退化させて相手の攻めを直接遅らせに行ってもいいですし、ピジョット EX など補助役となる強力な二進化ポケモンを退化させてしまうのも強いと思います。ピジョット EX はポッポから不思議な飴で進化させてることが多いから、退化させればもう一度準備するのに相手はまた不思議な飴を使わなきゃいけなくなるよね。うん、このように二進化ポケモンを組み合わせたデッキにとっては、不思議な飴を余計に使わせることで相手の動きを鈍くさせることができそうです。また他のポケモンで攻めたり、サマヨールやヨノワールのカーストモブなどでダメ化を乗せてから退化させることで、退化後の進化ポケモンを倒してしまうというのも強力ですね。うん、あとクエスパトラは特性見極めを持つクエスパトラも強いですし、クエスパトラ EX もいますよね。はい、選択肢が多いのが魅力ですよね。うん、特に見極めを持つクエスパトラのデッキに採用したいサポート、リップで今回紹介したクエスパトラもうまくトラッシュから回収できるので、妨害役としてデッキに入れてあげるのもいいと思います。ということで、本日は楽園ドラゴーナに収録される新カードを紹介していきました。今後もポケカチャンネルでは楽園ドラゴーナの新カード初公開やっていきますので、ぜひチャンネル登録、そして高評価もお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回。バイバイ。